プロボクシングの元 IBF 世界スーパーバンタム級王者テレンス・ジョン・ドフェニー、アイルランド37が、スーパーバンタム級4団体統一王者、井上直也、大橋31の次期挑戦者の最有力だと主張した。アイルランドのボクシング専門メディアアイリッシュボクシング、ウェブ版が2024年5月13日に報じた。写真、井上に挑戦状を叩きつけたドフェニー、 井上、次戦、9月頃サム・グッドマンと防衛戦をしたい。ドヘニーは同メディアの取材に対して、ボブ・アラム、米国人で井上の共同プロモーター、の最新の声明によると9月の対戦候補は俺が最有力で、その後、サム・グッドマンが来る可能性が非常に高いと主張したという。井上の次期防衛戦に関しては、IBF、WBO スーパーバンタム91位サム・グッドマン。 オーストラリア25が有力視されている。実際にグッドマンは5月6日に東京ドームで行われた井上対ルイスネリ戦を会場で視察し、試合後リングに上がり井上に対戦をアピール。ネリに逆転 TKO 勝ちをした井上はリング上でグッドマンと対峙し、次戦9月頃サムグッドマンと防衛戦をしたいと。これから交渉していきたいと思いますと明言した。 井上がメインを務めた同日のリングに上がったドヘニーは、自身が次期挑戦者の最有力となる理由を次のように説明した。どちらにしてもタイトルのチャンスはある。グッドマンのチームは今年の後半か25年の前半の試合を希望している。だからあのリング上での呼びかけはちょっとしたアピールで、何よりも向こうでの知名度を上げるためにやったことだと思う。 正直なところ俺はリングに飛び込んでマイクを握り、自分の意見を言いたかったんだけど我慢したよ。ドヘニーは18年8月に IBF 世界スーパーバンタム級の指名挑戦者として来日。東京、後楽園ホールで王者、岩佐良介、セレス、に挑戦し判定で王座を獲得した。19年4月に WBA 同級王者ダニエル・ローマン、米国、と王座統一戦を行い、 判定負けを騎士王座から陥落した。通算成績は26勝、20KO、4敗。記事によると、ドヘニーは世界タイトル戦出場に自信を持っており、どちらにしてもタイトルのチャンスはある。俺は WBO ランキングで3位につけていて、もうすぐ2位に昇格する予定だ。 今年はどんな展開になるにせよ少なくとも井上か空位のタイトルのどちらかのコーナーに立つことになると語ったという。ドヘニーは現在、世界主要4団体のうち3団体で世界ランクに入っている。WBO では3位につけ、WBC9 位、IBF は10位にランクインしている。